今回の臨時国会で通った補正予算の中に介護職のその処遇改善ということで、まあ、たった月9000円ですけれども、まあ、そういった介護の職員、保育の職員の賃上げを行おう、そういうことを岸田政権がやるわけなんですけれども、まあ、介護のお給料は月 8.5 万円ぐらい他の産業の平均と比べて低いと、そういうことで過去からその介護の賃上げ制度というのがの3つ目なんです。で、これ3つあるのがすごいややこしくて、まあ、制度がぐちゃぐちゃになっているということが結局は支給を遅らせる、まあ、そういう問題があるんですけども、これは世の中のほとんどの人が知らないと思うんですね。そういうことを知らせて、これをなんとかさせていきたいなと思うんです。介護の賃上げでは、処遇改善加算、特定処遇改善加算、で今回の9000円の月9000円の賃上げ、この3種類の制度がそれぞれ別に申請しないといけなくて、各その補正予算が降りてきた地方自治体でもそれをこうまた分配していくためのルール作りとか、あのお知らせしていくとかいうのがものすごい手間なんです。じゃあ3つとも賃上げのためなんだから、それ一緒くたの制度にこの期に変えて一気に配れるようにしないと、もう何をやってるかわからないという状況なんです。まあ、こういったことも現場の働いている人とか、まあ、自治体の人ならわかるんですけども、まあ、闇に消されたまま2月から賃上げしますとか言ってるけれども、結局このままいったら5月とかになっちゃうんじゃないかっていうのが、まあ、地方での声なんですね。まあ、こういうことを本来なら国会で取り上げてなんとか一本化できないのかっていうことを、まあ、たとえこのテーマが地味であっても、まあ、これを実現していきたいし、まあ、自分がこれからできることを次の国会でやっていきたいなと思います。